続いては夏本番、これからの暑さを乗り切るとっておきの情報をお届け。それが世界を代表するシトラスブランド、サンキストのレモンやオレンジをたっぷり使ったさっぱりグルメ。仙台の人気店が続々登場です。まずは仙台駅から徒歩5分のところにある人気のイタリアン、クラフトワン仙台。こちらは日替わりで世界各地のクラフトビールが31種類も楽しめる人気のお店。乾杯。乾杯。いただきます。おお、爽やか。焼きホタテ貝とレモンのリゾット。レモンのリゾット？はい、レモンのリゾット。おすすめのさっぱりグルメはレモンのリゾット。レモンを丸ごと煮込んだ後、細かくすりつぶしリゾットにしたこちらのメニュー。ほのかに香る爽やかなレモンの香りが食欲をそそります。いただきます。でも結構レモンですね。チーズとの相性も良くてびっくりしました私。結構まろやかな、ホタテから甘みが出て、チーズからもコクが出て、レモンの酸味もあって、なんかこういろんな味があるんですけど、うまくまとまるもんですね。ありがとうございます。さらに女性に大人気のメニューからもう一品。こちらもレモンを皮ごと使った夏のデザート、レモンとバジリコのセミフレンド。セミフレッドってイタリア語で半分凍ったっていう意味なんですけども、ムースを凍らせたようなお菓子ですね。本当にシャリシャリしてますけど、アイスより軽い。はい、でも野菜の甘さとそのレモンの香りがすごく合いますね。レモンのちょっとしたほろ苦さもこう、うまく生かされてて、夏に爽やかでいいですね。ここで家庭でもできるレモンを使ったレシピを聞いてみると、時間をかけて丸ごと煮ることですね。ピューレにしてパスタにしたりとか、あとはもうちょっとお砂糖を加えて甘く煮たものであれば、何かこうジャムみたいなものにも使えると思うので。レモンの丸ごとレシピ、皆さんもチャレンジしてみては。ではダコンさん、はい、今日のお店はこちらです。ここ DD ダイナー。 DD ダイナー。続いては気軽に立ち寄れる DD ダイナー。4月にオープンしたばかりのこちらは、釜で焼く本格ピザやワインが楽しめるお店。そこでまずは DD ダイナー特製のアメリカンレモネードで乾杯。あー、涼しい。あっさりだね。はい、レモネードと赤ワインが2層になった、見た目にも涼しげなレモネードのカクテル。サトウキビ 100% のシロップ、蜂蜜なんて、あの香料とか、添加物が入ってないものを、レモンにつけて、こう作ってます。そしてこちらはお店自慢の釜で焼いたデザートピザ。もっちりした生地に特製のレモンソースを塗り、トッピングはスライスレモンと、まさにレモン尽くし。このレモン合うんですね、これね。そうですね。これは新しいなんかこう味で、やみつきになりそうですね。ありがとうございます。新感覚ですね、本当に。続いて2人がやってきたのは、隠れ家レストラン、エルシロ。白で統一された店内。また、季節を感じながら料理が堪能できるテラス席も人気のお店。お待たせしました。来ました。アイガモとオレンジのカルパッチでございます。おしゃれですね。こちらはオレンジソースにじっくり漬け込んだ合鴨の表面をバーナーで香ばしく焼いた後、さらにソースをまとわせたカルパッチョ。鴨肉のうまみとオレンジの心地よい酸味が重なり、まさに夏にぴったりのさっぱりメニュー。オレンジですね。そうですね、でも鴨もすごく味わいがあって。ありがとうございます。合いますね、これは。味は濃くなるんですけど、それをこうオレンジの酸味でこう合わせてあげるようなイメージ、ね、さっぱりするんですね。そうですね、はい。さらにオレンジが主役のスイーツもいただきます。これはもう何個でも食べますね、これね。いけちゃいますね。
皆さんもレモンやオレンジを使ったメニューで暑い夏を吹き飛ばしましょう。また本日発行のいろはマガジンでは、今ご紹介したお店を含め7つの飲食店とのコラボメニューを掲載中。合わせてチェックしてみてください。